2017年、佐々木、66登板2勝2敗54セーブ、防御率 1.09、ホイップ0.67、これ。岩瀬藤川の46セーブですら、10年近く抜かれなかったのに、54セーブ抜かれる日は来るんか？無理や、そんなに、セーブシチュエーション来ないし抑えるのも、難しい。CS の回またぎ、ほんと絶望だったちな GE。3イニング登板は、えぐかったあれのせいで壊れた感あるわ。佐々木でも達成できない250セーブ。通算250セーブより、単年54セーブの方が、価値はあると思うけどな、普通にアンタッチャブルやろ。メジャーでも、正直クローザー、できたよなこいつ全盛期はエグすぎた。250セーブに関しては、広島と、セーブがもう少し、クローザーで使っていれば、達成してたんよな、ほんま惜しい。ほぼ最後の稼働した年が一番、化け物だったんか。使い方に気を使ってたらあと数年は見れたなこれ。